エフゲニー・バレリエビチ・ポマザンは、ゲンムウズベキスタン・アングレン出身のロシアのサッカー選手。FC ・バルチカ・カリー・ニングラード所属。ポジションは GK。2006年以前は f c バ番クラスのダールのアカデミー9番マイナス89でプレーをしていた。2006年にクバ番とプロ契約をした。2007年6月27日、ロシアカップのメタルルグ。 クズバス戦で前半の17分に GK のウラジミールガブロフがレッドカードを受け退場したため出場しプロデビューを果たした。2007年7月24日 PFC チェスカモスクワへ約半年間のレンタル移籍をした。レンタル終了後にはチェスカモスクワへ完全移籍をしたが出場機会はほとんどなく FC。 ウラルや PFC スパルタクナリ地区へレンタル移籍をした。2011年8月31日、FC アンジマ8からへ移籍をした。2006年5月14日に行われた UEFAU-17 欧州選手権2006の決勝のチェコ代表戦ではスタメンで出場をした。試合は PK 戦までもつれ込んだが、3-5で優勝を手にした。ありがとうございます。